3-6です今回は因数分解を使って問題を解く問題になっています通常因数分解の場合はこちらが和ですねこちらが積ということになりますこっちが足したやつこっちが掛けたやつということになるわけですけど例えば今回は1かけるの6で6になりますねそうすると積は6と 1>, 1と6を足したらプラス7になるやつということなので今回は x プラスの 1x プラスの6は0。そうすると x はこのかけたら0になるためにはこちらが0かこちらが0であるべくですね0になるためには0をかけなければいけないのでこちらが0になる場合0になると考えれば x の値がマイナス1だったら0になると今度はこちらが0になるためには x がいくつだったらいいかと考えてマイナスの6になるこれが因数分解による解く方ということになりますですので2番以降も因数分解でプラス8 x ス8は 0x はス8と8というふうに答えが出てくるわけです。 因数分解については苦手であれば前の単元でしっかりと勉強してから因数分解ができるようになってからやるようにしてください。まあ、これで一気に解いていきます。3番の場合は足したらス8ですから x 3 x 5は0足したらス8かけたらプラスの15で x が3と5というふうになるという流れになってきます。 で4番四番の場合はこの場合は x でくくることができますね、えー、そうするとこちらが0かこちらが0かということになるので x の値は0とマイナス7となります五、えー、番5番の問題の場合はこちらも因数分解ですから x プラス1と x プラスの9は0 x の値はマイナス1とマイナス96番六、えー、番の場合はかけて14足してマイナス5にならなきゃいけないので x マイナス7と x プラス2は 0x は7とマイナス27番七番では、えー、x プラスの4と x マイナス2は0 x はマイナス四と二。え八番。八番はかけて二十八。四一、二十八でいけそうですから。x プラスの七。x マイナス四はゼロ。x はマイナス七と四。ということになります。九番。ええ、九五、四十五でいけそうですね。x マイナス九。9 x+5 は 0x は9とマイナス510番では20にならなきゃいけないので20になるためには4る5ですね x マイナス 4x マイナス5は 0x は4と511番 11番は7535でいきましょう。x プラス7。x マイナス5は0で、x はマイナス7と5。12番。7は56ですね。x マイナス8。x プラス7は0。x は8とマイナス7。13番。13番は、 十かける二でいきます。x プラスの十、x マイナス二はゼロ。x はマイナス十と二。十四番。十四番は三十六ですから、十二かけるの三でいきますね。x プラスの十二、x マイナス三はゼロ。 x がマイナス1 2と315番15番は26になるためには1 3る2ですね x+ の1 3 x ス2は 0x はマイナス1 3と216番16番は48になるためには6 8ス6 ス8は0。X、は6と8。17番144は12の2乗ですから x プラス1 2 x ス1 2は0。x はス1 2と12。18番18番は2乗になりそうですね。 九の二乗が八十一で、九の二倍が十八ですから、X プラス九の二乗はゼロ。X はマイナス九。解は一つの場合もありますからね。十九番。えっと、九七十になるためには14、十四かける五ですね。X マイナス十四、X プラス五はゼロ。X は十四とマイナスの五。5 20番45は1 5る3でいけますから x+ プラスの1 5 x ス3は 0x はス1 5と3はい因数分解が基本的にできるかどうかの力が問われている問題になっていました。